皆さんこんばんは。本日も文化チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、新しくお財布を購入したのでそれを紹介したいと思います。よければ最後までご視聴ください。今回購入したのはアブラサスの薄い財布という、名前の通りとにかく薄いお財布です。こちらの動画でも何度か取り上げているんですが、私は今サフジのお財布を購入してまだ半年ぐらいなんですよね。なのになぜ新しくお財布を購入したかと言いますとですね、使い分けとして購入しました。今度友人の結婚式に行くんですが、結婚式の時のバッグって大きなお財布とか入れるとかなりスペースを取ってしまいますよね。なのでそういった小さいバッグ用のコンパクトなお財布としてこちらを購入しました。今回は完全な新品ではなくてですね、メルカリで 1,2 度使いましたっていうものを購入したんですが、とても綺麗ですね。このアブラサスの薄い財布っていうのはグッドデザイン賞も受賞している機能的なお財布です。アブラサスのお財布と聞くとミニマリストの方がよく持っているそんなイメージがありますね。今回私が購入したのは薄い財布シリーズの中でもクラシックと呼ばれるタイプのものです。クラシックシリーズの特徴はですね、お財布に使われている革にツヤ感があることです。非常に綺麗な光沢感とツヤ感が伝わるかと思うんですけれども、このお財布に使用しているガラスレザーというものがこういった光沢感やツヤ感を出してくれるそうです。お札はですね、約15枚収納できるそうです。お札を押さえる部分はあるので飛び出し防止にもなっています。慣れるまでちょっと時間がかかりそうですね。お札15枚だともう日常生活には全然十分な枚数ですよね。続いてカード入れですね。カードは5枚入ります。逆に5枚入れないとブカブカ、そんな感じの作りになっています。続いて小銭ですね。小銭は閉じた時に上の蓋みたいになるところがポケットになっていて、そこに入れれるようになっています。こちらも最大の収納枚数は15枚ということです。今手元にあるのが500円玉と100円玉のみだったんですが、ちょっとさすがに500円玉だけ15枚とかそういったのは難しそうです。今私がメインで使っているサフジのお財布と比較をしてみました。もうパッと見ただけで全然大きさが違うのが伝わるかなと思います。特に厚みの部分ですね。冠婚葬祭の時は極力荷物を減らしたい、コンパクトに行きたいということで、サフジのお財布もとても気に入っているんですが、よりコンパクトなお財布を購入してみました。あくまでもメインはサフジのお財布を使い続けるつもりです。というわけで今日は新しく購入したお財布を紹介してみました。最後までご視聴ありがとうございました。